はい、どうも皆さんこんにちは。タケスボチャンネル店長の竹中です。店長の舞子です。最近ね、高校野球界の聞こなしがちょっとちょいゆるに変わってきてますね。なんかこの前言ってましたよね、ブログの中でも書いたんですけど、ね、前まではね、本当にピタッとした時代がね、10年間ぐらい続いてピチピチ180やろうが S とか言ってたんですけど、今は大学生とかプロみたいにちょっとベルトを隠す余らして、まあ今ファッションでもね、大きめサイズとかが流行ってるので、ビッグスタイル、ちょいゆるで、そういう流れから来てるのかもしれないです。一応科学的にも上はちょっと緩い方が肩甲骨の可動域が広がるらしいんで、まあ理にかなってるんじゃないかなと、まあ、ただね、高校野球らしくないっていうね声もあるかもしれないですけど、まあそれはまあ時代とか、まあ、そういう証明されてきたことによって変わっていくかもしれないですね。これから僕らもピチピチではなくてちょいゆるを進めていくことになるかもしれません。今日はですね、皆さんがどうしてもグローブを買うときにやってしまう行動、ちょっと NG な行動の一つを、お伝えしていきたいかなと思います。それは最初の方はいいんですけど、やり続けるとどうしてもデメリットしかないかなと思ってて、でけどどうしても修理に持ってくるお客さんのグローブとそこがねやってしまっているがゆえにそういうことを起きてしまうということがありますので、そういったことを紹介していきます。紹介の前にYouTube の方でいろいろコメントのところにですね、リクエストいただいてるんですけども、ありがとうございます。ちゃんと読ませていただきます、はい、でちょっとね、順番にそのリクエストに答えていけるようにしていきたいなと思っておりますので、お待ちください。まずコメントね、いろいろよろしくお願いします。お願いします。はい、それではこちらの店にあるね、片付けのサンプルグローブで紹介したいと思います。で皆さんね、ここやってません？こうやってこれよく見る光景ですか？試合中絶対、まあ、やるんですよ。です、ね、まあ、精神安定だと僕は思うんですけど、やっぱりちょっと心配だからこうやってやるんですけど、買った当初はいいんですよ。ここをこう曲げて、まあ、グローブ広げるとかちょっと丸みをつけるっていうのはいいんですけど、これをもう使い込んだグローブでもやりがち、うん、やってしまうとですね、ここの芯が入ってるんですけど、これはフェルト状になってて、こっちにありますね、こういう形状なんですけど、ちょっと修理で使ったサンプルで使ったレグローブなんですけど、こういうやつなんですね。これはもう何度針金と一緒で何度も曲げると針金も弱くなるじゃないですか。これも一緒で、これをやり続けるとですね、ここの親しい芯が弱くなります。ということは玉際ですね、玉際した時に負けます。そして、まあ、みんなやりすぎるせいでここがね開きすぎることあるんですよ。これはまりますスポットはまっちゃう方がいいですよ、抜けたとかね。そういう形でこういうもうクタクタです、まあ、当然ここの紐ね、指の先の紐が緩い場合でもなりかねないんですけど、ここを曲げるせいでここが弱まっちゃうことがあるので、これを買った当初は先ほど言ったように大丈夫です。ただもう形がついたグローブでやり続けるっていうのはあまり僕はお勧めしません。でもしもうなってしまってるなった時に改善方法はありまして、まあ、とりあえずここのね紐を変えてあげる、まあ、こことこの紐ってつながってるんですけど、ここを締めたようになって一応この紐が補強される方法が一つあるのと、あともう一つちょっと手術的な感じになるんですけど、この指芯をある方法で補強する、まあ、芯変えるまではないと思うんですけど補強もできます。ただちょっとそれは開いていろいろ加工しなあかんので、ちょっと時間もかかりますし、ちょっとお代金もかかってしまうんで、一番お手軽なのはとりあえずこう変えるだけでだいぶ変わるんで、試しにやってみたらいいかもしれない。そう、まあ、そういう経験がある方はですねやった方がいいですね。もう結構ねみんな接客中に本当さっきも言いましたけどあるので、ダメですよ、これやりすぎ注意、やるんですよ、ないでしょ絶対に。なんでこれは、一つの NG 行動として僕はね思ってますので、今度からちょっと気にしてみてください。使い込んだグローブはちょっとやりすぎ注意ということです。はい、今回はねやってしまいがちなグローブの NG 行動を一つ紹介してみました。まだね今回みたいなようなちょっと知って得するようなためになる情報をどんどん発信していきますので、チャンネル登録などよろしくお願いします。またね、あとリクエストね、こういうのを教えてほしいとかあれば言っていただけると、はい、いいかなと思います。はい、
まあ、今回はね、またおまけコーナーもありますんで、よかった、時間ある方は、また見てください。それでは、次回の動画もお楽しみに。プレイボール。おまけ。はい、今日はおまけコーナーですね。もう12月にも入りまして、一応年内は、テレナスポーツは27日まで営業で、来年は2日から営業します。はい、いつもはね、3日から営業だったんですけど、暦上ね、4日から動くってことが多いので、はい、まあ、ちょっとうちも2日からそれからちょっと去年より1日休むのを早めた、うん、早ましたね。そうですね、日曜日までです。12月は一応オーダーフェアを企画しておりまして、ただまだ新しいカタログが入ってきてませんので、まあ、中旬ぐらいでしております。まあ、この辺はね、インスタの DM 等でもね、とか LINE 等でも今ね ID 送ってもらったりできますので、そういったことも対応、遠方の方でもね、オーダーできるように対応させていただいております。あと、ミントのダイバーシティブルー、ブルーですね。はい、ブルーのラベルは、一応来年1年間対応できますが、シミュレーターができるのが20日前後ぐらい。まあ、ダイバーシティブルーね、人気ですしね。なんかあれ僕、刺繍3回してると思ってたんですけど、水色と青と白。あれは、糸自体を染めてるらしいんですよ。糸がランダムに染まってるんです。一本の糸が白の糸じゃなくて、水色、青、白みたいなやつで、全部違うらしいって言ったら、個体差すごいらしい。すごいって、まあ、ある程度、ね、見てるけど、本当によく見たら違うのがまた、多様性、ダイバーシティってのは多様性って意味らしい。そういう、ね、ラベルも、最初はね、ビューリーグっぽいっていう僕ら世代は思いましたけど、やっぱり近くで見ると、実物見るとかっこいいし、さすが水野といった、ラベルやね、はい、なかなかあんな風にしないから、うん、はい、僕はこう刺繍参加したらなと思う、意図でした、ね、まあオーダーね、楽しいですから、今ね、シミュレーターで何ぼでもできますんで、理想のグローブを一緒に作りましょう。なるべくね、そのポジションに合った、そして取り方に合ったグローブも、こちらもやっぱりわからないところは提案していきたいかなと思っておりますので、こういうね、オーダーコーナーを作りましたし、はい、ゆっくりしていただけますんでね、よろしくお願いします。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。